レッツゴードンキは日本の競争馬である。主な勝倉は2015年の大歌賞。レッツゴードンキを生産したのは北海道ビラトリ町の清水牧場である。1967年創業で50年間に大核ヘリオス、マジェスティバイオなどを生産してきた。同牧場の生産場で中央競馬のクラシック競争を勝つのはレッツゴードンキが初めてである。 レッツゴードンキは2歳の夏に札幌競馬場で初出走を果たし、札幌2歳、ステークス3着、アルテミスステークス2着を経て、12月の阪神、ジュベナイルフィリーズで優勝場から半場審査の2着になった。大賀賞で30年ぶりの逃げ切り優勝3歳になるとチューリップ賞に出走した。レッツゴードンキはスタートから押し出されるような形で先頭に立ってしまい、 逃げる格好となった。その結果、最後の直線で失速し、心のアイランに交わされて三着に敗れた。元騎手の安藤勝美は、レッツゴードンキの行きたがる面を欠点だと指摘し、その克服が今後の鍵となると評した。旧車サイドでも、チューリップ賞の敗戦の後は、後ろで我慢させることを重視した状況を行った。大歌賞には重賞を複数勝った者が一等しか、 おらず、キャリアの浅い馬が揃った。その中で参戦無敗のルージュバックが1.6倍の人気を集め、ただ一等重賞を2勝していた心の愛が7.6倍の2番人気だった。島田明宏は、ファンは、ルージュバックの優勝で11年ぶりの無敗の大歌商馬が誕生することを期待していたという。レッツゴードン機は、出走馬の中では2歳児に、 最も高いレーティングを獲得していたが、5番人気止まりだった。レッツゴードンキは2013年頃、オーストラリアで開発されたトライアビットという新型の特殊なリングハミを装着して出走していた。これは競争馬の発揮する能力を向上させ、特に先行したがる馬に効果的とされている。調教助手を務める西原玲奈の想定では、本命馬のルージュバックが4。 5番手につけ、レッツゴードンキは、その直後に控えるレースをするはずだった。騎手の岩田厚生も、後ろから行くという気持ちが95%だった。発走直前のパドックでも、陣営は、後方待機策の打ち合わせをしていた。しかし、レッツゴードンキは、チューリップ賞と同様に、スタートから先頭に立った。西原はこれを見て、やっちゃったと感じたという。岩田騎手は、チューリップ賞では、 破れたもののスタート直後の出足が鋭かったことを覚えていて、スタート直後に各馬の騎手が馬を抑え込んでいるのを見て、突散の判断で先手を奪ったという。ところが、レースは稀に見る超スローペース、歴史的なスローペースとなった。オモババだったチューリップ賞では、前半600メートルの通過ラップが35秒9だったのに対し、大歌賞は37秒1だった。一般に、 王歌賞は、極端なハイペースになる傾向があるとされているが、両馬上であったにもかかわらず、先行しようとする馬が、レッツゴードンキー以外にいなかったことが、スローペースの原因とされている。レース後、クリストフルメール騎手は、ファニーなレースだったと述べた。極端なスローペースで逃げているにもかかわらず、2番手抗の、どの騎手もレッツゴードンキーを追いかけようとしなかったため、 レッツゴードン機は楽に先行することができた。西原は、スタート直後に先頭に立つまでは、馬が髪を噛んで力走していたが、その後はリラックスしていたとする。ペースが遅すぎたために、最後の直線に入ってもどの馬にもたっぷりと余裕が残っていた。最後の直線では、各馬が激しく、追い込みにかかるも、レッツゴードン機にも十分な余力があり、後続馬を逆に突き放して、 最後は2着に4馬審査をつけてゴールまで逃げ切った。大賀賞での逃げ切り勝ちは1985年のエルプス以来30年ぶりとなった。一勝場による大賀賞優勝としては史上6頭目だった。調教師の梅田智之にとってはこれが JRA の G1 競争初優勝となった。の広崎敏弘にとっては歴年目にして、 初めての G1 競争優勝となった。普段とは違い、馬主席ではなく、コース目の前のフェンス際で観戦しており、優勝直後は、周囲のファンに囲まれて祝福されたという。騎手の岩田光成は2012年のジェンティルドンナ以来の大賀賞優勝だった。大賀賞の後レッツゴードンキはこの後、優秀品売駒を進めた。大賀賞の勝ち方からレッツゴードンキへの評価は高まり、 史上14頭目のン馬2冠達成なるかという見方が増えていった。また、優秀ン馬の1週間前に行われるビクトリアマイルを広崎の所有馬ストレートガールが勝ったことで、場所の広し先には2週連続 JI 優勝の記録がかかると話題となった。こうして周囲の期待が高まる中、広崎はもし本当に勝ってしまうと大変なことになると、 不安だったと10回している。最終的にレッツゴードンキは2番人気になった。岩田騎手や調教師によれば、体調、状態は万全だったが、大花賞の時とは違って、スムーズに走ることができず、10着に敗れた。場所の広崎は10着に敗れて、ほっとしたと述べている。秋は3歳牝馬路線を進んだ。ローズステークス4着の後、週華賞に3番人気で、望むも、 道中で折り合いを書き17着に大敗した。この後、短距離路線に狙いを移し、マイルチャンピオンシップに出走6着に終わった。掲示板には乗らない着順だったとはいえ、この年の年度代表馬となるモーリスから0.5秒差の結果に、梅田調教師は短距離の素質があると感じたという。この後、年末に行われる、 有馬記念出走馬選出のためのファン投票では20位を獲得するも出走はしなかった。しかし2014年大歌賞の後、レッツゴードン期は1年10ヶ月にわたり勝ち案を上げることができなかった。そのうち1年間は掲示板に乗る5着に入ることすらほとんどできなかった。この間、G3 戦で後方から伸びて3着に入ったことがあり、場所の広崎と 梅田調教師は勝ったわけでもないのに喜びを見せたという。着順は振るわないとはいえ、後方待機策のために直線で不利を受けての大敗が何度かあり、調教師はレッツゴードン機の成長と1200メートル1への適性を確信しつつあった。4歳秋、レッツゴードン機は JBC レディスクラシックに挑戦した。ダート構成の出走は初めてではあったが、母馬は ダート競馬で5勝を挙げていることもあって、出走を決めたという。前年の優勝馬ホワイトフーガには、敗れたものの2着に入り、改めて短距離能力を示すことになった。この後レッツゴードンキは12月の香港スプリントの招待を受けたが、結局は香港へ挑まず、ターコイズステークスで2着の後、2017年2月の京都品馬ステークスで1年10ヶ月ぶりの優勝を、 果たした。2歳のデビュー当時と比べて馬体が 50kg 余り増え、ボバのスプリンターのような体格に成長したという。以後、短距離 G1 路線を進むと、2017年、高松の宮記念、スプリンターズステークス、2018年、高松の宮記念でも、花さの2着に入った。G1 競争では2着4回と、赤杯続きとなった。 引退レースとなった2019年12月21日の阪神カップは中段のやや後ろから追い込んでくるものの4着に敗れた。最終レース終了後には引退式が行われた。2019年12月26日付で JRA の競争馬登録を抹消された。引退後の2020年にアイルランドへ渡りガリレオと交配した。 2021年2月18日22時頃、つなぎ用先のイギリスの牧場にて、初語となるガリレオの貧馬を出産した。大賀賞を逃げ切って優勝するのは1985年のエルプス以来30年ぶりだったが、エルプスは、オモババをハイペースで逃げ切ったのに対し、レッツゴードンキワヨ馬ババをスローペースで逃げたものであり、走破タイムはすべて両馬上で行われた過去6年で、 最も遅い。2015年の大賀賞をハイレベル4馬審査を歴史的圧勝などと持ち上げる者も,もいたが、国際的に競争の格付けや競争馬の評価に用いられる公式指標である日本中央競馬会の評価は105.00ポイントで2001年に評価が公表されるようになって以来史上最低のレベルであったという公式見解を示している。 ただしこのレーティングは2着以下の各馬が、のきなみ低評価だったことが大きな影響を与えており、レッツゴードン機単独での評価は112ポイントで、これは2001年以降の15回中、2位イの高評価である。過去に112ポイント以上の評価を受けたのは2009年のブエナビースタ、2014年のハープスターの2頭だけである。馬主の広崎は、関西に本拠を置く、建築事務所、 アスクプランニングセンターの経営者で、1980年代に都市部でビブレを企画し、日本にファッションビルの概念を創出した人物である。この商業形態は、日本のリテール業界に大規模なインパクトを与え、百貨店や量販店のビジネスモデル転換をもたらした。その他、天皇ズアイル、広島のアルパーク、小倉のコレット、銀座シャネル、大江戸温泉物語など、 大規模な都市再開発に携わっている。西宮市で小売業を営む両親の下で育った弘崎は、学生の頃から商品の配達で阪神競馬場の旧舎に出入りしており、新山や名水の時代から競馬に関心を持っていた。弘崎は神戸の高南大学へ進学し、在学中には馬術部の友人に馬に乗せてもらうこともあった。 弘前はオリベッティに就職したが、馬券を買うようになってからも阪神競馬場に通っており、こうしたことから阪神競馬場の大レースである大賀賞を最大の目標にするようになった。弘前は豊田義和、細川松浦の紹介で和紙となった。初めて所有した競争馬はアスクヒーローといい、華麗なる一族と呼ばれるメス系のソマイリーの彦に当たる馬だった。 弘前はこの馬を800万円で購入し、伊藤雄次長教師に予託した。アスクヒーローは1989年の初夏、その年で最初に行われる札幌競馬場の2歳戦に出走した。他の出走馬の中では2億円で購買された、米国産のシアトルスルー3区であるドラゴンラリーが話題を集めていたが、アスクヒーローはこれを任して一着となり、弘前は、 馬ッとしての初所有馬で、初出走で、初勝利を挙げた。これ以来、広崎の馬ッ歴は、大賀賞の時点で28年となった。2014年にシルクロードステークスでの重賞勝利、経験はあったが、G1 優勝は、レッツゴードンキによるものが初めてだった。レッツゴードンキの馬名の由来について、日本中央競馬会では、さあ進もう、ドンキホーテのようにの意味であるとしている。 一般の報道では、この、ドンキホーテは、スペインの騎士道物語、ドンキホーテではなく、ディスカウントストアのドンキホーテに由来するとされており、同社の創業者、安田隆夫と馬主の広崎敏弘前俊博とが地規であることから、命名されたと報じられている。日本中央競馬会や日本競馬協会が定める、公式な馬名のローマ字表記は、レッツゴードンキであり、 ドンキ部分の綴りは、騎士道物語のダンキホーテとは異なり、ドンキホーテ者が商標登録をしている、ドンキとなっている。なお、日本中央競馬会では、試行規定を定めており、同規定、第22条では、明らかに営利のための広告宣伝を目的として、会社名、商品名等と同じである名称を付したと認められ、かつ、競争場の場名として、 ふさわしくない場名は、場名として認められないことになっている。レッツゴードンキの父は、キングカメハメハ、母は、マルトクである。決闘票の5代以内には、ミスタープロスペクター、ノーザンダンサー、スペシャルという近親後輩がある。これはあくまでも5代以内の場合であり、5代前には、ノーザンダンサー時過去のニジンスキーノーザンテイストや、ニジンスキーンクのグリーンダンサーがおり、 6代前まで、遡ると、ノーザンダンサーの近親交配は5 5 6 6 7代まで、遡ると 55×7566 というように、さらに強い近親交配が出現する。レッツゴードンキの母系の4代前が、ヤシロ大グループがアメリカからの輸入した、レディフランダースで、1989年から1990年頃に、中距離で活躍した。 レディゴシップや2009年のエリザベス女王杯、優勝バクイーンスプマンテが同族である。この系統にノーザンテスト、リアル社内、ジェイドロバリーと代々にわたって、ヤシロ大グループの看板シュボバを配合されて生まれた、エリットビーナスが1歳の時に1997年のセリーチで745万円で売られ、繁殖入りした後にマーベラスサンデーを配合されて、マルトクが誕生した。 マルトクは2003年から2007年まで中央競馬に所属し、すべてダートの1000メートルから1400メートルで走り、5勝を挙げた。重勝出走歴はないが、準オープンクラスで入着したことがある。5代以内には、累代のヤシロ大グループシュボバ経由でヘルトゥリーズン、ノーザンダンサー、ネイティブダンサーという近親後輩がある。レッツゴードンキはその4番子で、 2016年6月時点で、兄、姉に、中央競馬での勝ち案があるものはないが、半兄のマルトクスパートは、東海地区の重賞、東海大過賞など地方競馬で16勝を挙げている。ありがとうございます。